上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。相手先発がルーキーですから、そう簡単に抑えられるわけにはいきませんよね。いやもちろんね、今後のことを考えるとね、打ち崩さなきゃいけないんですけども、ただねデータがありませんから、ここはどうでしょうかね。さあ、そして打席には宮崎が入っています。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあチャンスが続き、満塁の場面、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。変化球打っていった、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか、劇的な結末、サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。 DeNA ベイスターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、試合を決めたバッター、最高の気分なんでしょうね。あのね、本当にね、何とも言えない、言葉が出ないぐらい嬉しいんですよね。あの、帰り気をつけて帰ってください。そうですね、勝った DeNA ベイスターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のカープですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。